こんにちは、至福のお取り寄せチャンネルです。今回はクッキー、チーズケーキ、チョコレートなどジャンル別におすすめスイーツを厳選しダイジェストでお届けします。ぜひギフト選びの参考にしてください。ビスキュイテリエブルトンヌブルターニュクッキーアソルティ、ミントグリーンの缶がフォトジェニックで SNS を中心に根強い人気のあるクッキー缶。中は香り高いバターの風味を生かした6種類のクッキーが詰まっていて見た目も華やかです。プレゼントすればずっと食べてみたかったときっと喜ばれます。アトリエウカイフールセック召喚、宝石箱のような美しさで缶を開けた瞬間高揚感に包まれます。口に入れるとホロホロっと優しくほどける上品で特別感のある味わい。缶のデザインもクラシカルで目上の人に送る場合や相手の好みがわからない場合も安心して送れます。図書案アンデクッキー、生地に小麦粉を一切使わず上質な白あんを使った素朴な味わいのクッキーです。キューブ型のパッケージが可愛く単品でも購入可能。セットも個数のバリエーションが多くフレーバーが選べるなど自由度が高いので贈り物に重宝します。ハグフラワーチーズテリーヌ、バニラビーンズが贅沢に使われていて口に入れるとチーズの風味とバニラの香りが一体となって広がります。滑らかでとろけるような舌触りもたまりません。白押しの高級感漂う箱と一切れずつカットされているのも高ポイントです。教養菓子司ジュバンセル、サガノジ、笹の葉に包まれた和テイストのレアチーズケーキ。コクがありながらもさっぱりしたレアチーズに牛皮や大福餅の和の素材がいいアクセントになっています。他にはないユニークさがありながらも品がありきっと相手の印象に残ります。箱根チーズテラスチーズケーキバラエティセット、プレーン、いちご、抹茶、チョコレートの4種類のフレーバーを楽しめます。いずれも木をてらわず万人受けする美味しさ。カップ入りで食べやすく食べたい分だけ解凍できるのも便利です。子供のいるご家庭や少人数家庭へのギフトにいかがでしょうか。ポアール、シークレット、ホリック、大人の女性がひそやかに楽しむお菓子をコンセプトにしたチョコレートヌガーバー、木箱入り、葉巻のような包装など、まさに大人のご褒美といった佇まい、極上のスイーツタイムを送れます。ショコラトリーひさし、モナショコラ、商品名の通りモナカの中にチョコレートが入ったスイーツなんですが、これがまたおしゃれなんですよね。モナカはパリパリ、ヘーゼルナッツのチョコクリームは香ばしくてエアリー、少し塩が効いていて後引く美味しさです。ここぞという時の手土産におすすめ。マメイル生チョコレートマカロン、カカオハスクと呼ばれるカカオの殻がセットになっていて思わず写真を撮りたくなります。こだわりが詰まった生チョコは厚みがあり、マカロンの美味しさも際立っていて非日常を感じられるスイーツです。シェタニ特選ギフトセット、しっとり柔らか系とハード系、タイプの違う2種類のバームクーヘン両方を楽しめるセット。職人が一つ一つ手作業で丁寧に焼き上げていて、見た目の美しさや素材の良さが感じられる味わいなど誰に送っても間違いありません。それぞれ単品購入も可能です。クラブハリエバームクーヘンミニ、カット不要で丸ごとバームクーヘンを楽しめるミニサイズというのがポイント。トレイに入っているのでお皿も不要、様々なギフトシーンで重宝するので知っておいて損はありません。小さくてもふわふわしっとりの美味しさは健在ですよ。カヌレ専門店ボブ、半熟カヌレティーフレーバー、銀座のレストランが手掛ける人気のカヌレ。表面はカリッと、中はもっちり、さらに食べ進めると中心は生チョコのような絶妙な滑らかさ。まさに半熟という表現がぴったりです。マヤノカヌレ、マヤノカヌレ、米粉を使用したグルテンフリーとなっていて米粉ならではのもっちり感がたまりません。曲げわっぱ入りでエディブルフラワーがトッピングされたキュートな見た目、他とは一線を画すカヌレです。積層カゼセットバターサンド、まるで絵画のような美しさ。2層のクリーム、フルーツ、ナッツなど様々な素材が重なり合って織りなす味わいのハーモニーが絶品です。風景画をあしらったパッケージも取っておきたくなるほど素敵。セゾンドサンクエムバターサンドエース、泡は3本糖を使った優しく控えめな甘さが特徴です。バタークリームは分厚くてもあっさりと軽やかなので一つペロリと食べられます。好みのフレーバーを選んで注文できるのもポイント。アシアプリンカスタード、余計なものは何も入れず素材にこだわったシンプルなプリンは濃厚なミルクの風味を感じられ、子供から大人まで誰もが美味しく食べられます。味わいもパッケージも品があり大切な贈り物におすすめです。トットプリン鳥取砂丘の目の前にあるプリン専門店が作るプリンセット、
中でも砂プリンは砂に見立てた粉末状のカラメルがついていて、とろっと滑らかなプリンにカラメルのジャリッと感がアクセントになって、とってもユニークです。ふみこ農園、果実の宝石箱のようなフルーツコンポートセット。細長い瓶に色とりどりのフルーツが詰まっていて、まさに宝石箱のよう。箱を開けた瞬間、きっと感動します。フルーツはどれもみずみずしく、上品で優しい甘さとジュレと相まって、果物の美味しさを堪能できます。帝国ホテルアイスバー詰め合わせ。歴史ある帝国ホテルのオリジナルアイスバーというだけでも特別感がありますが、見た目にも華やかでギフトにぴったり。4種類それぞれコーティングやトッピングなどが施されていて、一皿のデザートを食べているかのような満足感です。淡路島アイスクリーム。ペンギンのイラストがとっても可愛いパッケージで、特に子供に喜ばれます。淡路島の新鮮なミルクを使った優しい味わいも特徴。濃厚なものからさっぱり系まで、フレーバーは6種類あり、選ぶのも楽しいです。あんことおはぎひびあん、七福おはぎ。曲げわっぱの中に詰められた7種類のカラフルなおはぎは現代的で特別感を感じられます。中のもち米は解凍したものとは思えない柔らかさ。周りのあんはすっきりと甘さ控えめ。一口サイズもちょうどいいです。いろいろな味を楽しめるのも魅力。長門屋、羊羹ファンタジア、フライミートザムーン。伝統的な羊羹とは一線を画す絵画のようなビジュアルが特徴です。月に向かって飛ぶ青い鳥がモチーフになっていて、切るたびに絵柄が変わる楽しさがあります。アーティスティックな箱も本当に素敵で、和菓子の手土産をお探しの方には一押しです。糸お菓子、大福。大福なのに飲むという表現がぴったりなくらいの究極の柔らかさにびっくり。いちご&ピンクペッパー、ごま&マンゴーなど、和菓子ではあまり見かけない斬新な味の組み合わせにもワクワクします。パッケージもモダンでおしゃれです。オブセドーモンブラン、栗あん、生クリーム、スポンジとシンプルな構成で、誰からも好まれる王道の味わいのモンブラン。伝統の栗あんをたっぷり使用していて、和栗の美味しさを堪能できます。一個ずつカップに入って冷凍で届くので、崩れる心配もありません。足立おとえもん、栗のテリーヌ。栗がゴロゴロと驚くほど入っていて、なんとも贅沢。栗好きさんもきっと満足します。ホクホクとした栗の食感が楽しく、生地はしっとりとした口当たりで上品な甘さが広がります。ちょっと特別なギフトにおすすめです。シャンドワゾーマカロン。表面はサクッと軽い歯触りですが、中はふっくら柔らかく、スポンジのようにしっとり。だからこそクリームと一体となって、まるでケーキを食べたかのような満足感を得られます。カラフルでも落ち着いた色味なのも送りやすいです。ぐむぐむお花の焼きドーナツ。エディブルフラワーをあしらった可憐なビジュアルが印象的。かといって見た目だけでなく、ドーナツの生地もしっとりとしていて素朴で味わい深いです。焼きドーナツなので、カロリーは揚げたドーナツのおよそ半分というのも嬉しいポイント。ブールミッシュシブースト。カスタードクリームにイタリアンメレンゲを加えたクレームシブースト。シャキシャキのリンゴ、サクサクのパイ、表面のキャラメリゼのハーモニーが素晴らしいケーキです。凝っていても親しみやすさがあり、誰に送っても喜ばれます。アンドメル、贅沢チョコティラミス。低糖質とは思えないリッチな味わいが魅力。ふんわり滑らかなクリームやムース、パリパリの板チョコなどが5層になっていて、味のハーモニーや食感のアクセントなど、ケーキとしての完成度が高いです。糸お菓子、国産大豆タルト糸お菓子、長野県産いちご。大豆粉や米粉が使われたタルト台は香ばしく、豆乳を使ったソイカスタードはとろりと優しい甘みで、甘酸っぱいいちごとの相性も抜群です。グルテンフリーですが、どんな方が食べてもきっと大満足だと思います。以上、30商品のご紹介でした。概要欄に元の動画の URL を記載していますので、詳しく知りたい商品がありましたら、ぜひご覧ください。そしてこれからも素敵なお取り寄せ品をたくさんご紹介していきますので、高評価チャンネル登録よろしくお願いします。また次の動画も見てくださいね。